やるかー。いきなり勘弁してくれ。ちょ待って、どこだっけ。あれだよ、あそこに行きたいんだ俺は。ここのだよ。入っちゃダメだよ、戻ってきたやついないから。誰でしょ、隠しの入り口がなんかあるみたいな話を俺、昔聞いたんだが、なんか、どこにあるのか俺にはさっぱりわかんないところで。で、多分ね、この地下に、前、魔人ブー倒したんだけどさ、で、それ、そう、海の底に繋がってる、そう、なんかね、仲間いなくなったじゃん。仲間いなくなって、で、そいつも探さなきゃいけないし、あ、てか、穴開いてんじゃん。これじゃん？穴が開いたっちゅう、セーブしてから入るっちゅう。ありがとう、気をつけて、オッケー。何ここ、空気大丈夫？海の中はここだ、空気があるわ。昔ダナン神族が通った海底の道じゃないか。海底の道で行き止まりだぜ。一体どうしたらいいんだ。ほんとだ、行き止まりじゃん。マリちゃん守るもの導く救世主に海底の道を開けてやるのじゃ。おわーすげえ怖え。何、何の音、吹き込んでくる。キャー、あやべ、持ってかれるぞ。あ、何、ネズミ、あ、来た。こいつ身を奪う。今の綺麗にしやがったら、ただじゃおかねえからな。マジでびっくりしたっちゅう。おあとか朝になったのかしら。勇気当たってくれてるんじゃねえか。今綺麗にしてあげなきゃな。わかった。先に進もうぜ。行くよーし。これ下ればいいの。永遠に下っていけば。ピラミッド、こうやってピラミッド、これダンジョン、うわ、広そう、広そうだな、これ。なに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 、何事、キャー。あ、何こいつ、あの怪物を襲われたのか、っぽいね。しかしてマリーナ、リーザ、向こうの水晶まで行こうとしたら、お邪魔された。温泉の中でしか生きていけねえんだ、これ以上浄化さえ行かねえんだよ。アブラクサス。久しぶりだな、この曲も。イバラード。キングベア、あー何、猛悪。おー114、まあ、食らわせんのやめてくれよ。ててててね、イバラード、イバラの道よ。72か、どうだろうね。まあ一回も10番と自分で回復してくれ。うん、そうだな、ワギャン使ってみるか。どういった、ワギャンの力から逃れられんぜ。ダルス、レムの薬草、ワギャーン。140、全然食らわねえな。ちょ、全員あれにすっか、もうちょっとバイキルト使うか。じゃあそうしよう。ちょ待って、それだったら最初にもうバイキルトで、そうだな、こうしよう。でバイキルト、バイキルト、殴る、間違えた、まあいいや、いいや、やっちゃえ。でででん、これボス戦、いや、ボス戦じゃねえか。まあ、すぐ倒せるか。なんでこいつ、なんで俺たちこんなになんか殴られなきゃいけないんですか。結構こいつ強そうだよ。怖いね。こんな人が実際なんか道歩いたら結構やばいよ。それなりの脅威を発す。あれ的なあれつつかもしんない。よし。ベベベーン。あ、ガラエル。かわいそうに。めたくそにやられてしまったな。てか今、あれだっけ、俺最初誰にかけたっけ、上二人のどっちにかけたか。何やこんにちは、あっちやべえ。もういいや、倒せんだろ。倒せんだろ。で、殴り。汚染ガス来た、汚染ガスやめてほしい。よし、オッケー、よかった、よくぞ逃れた、よくぞ逃れた、マリーナ同様、ウェルカムバック。やべえな、好き投げ。それやめてよ、もう。ちょ、痛いんだから。はい。強すぎじゃね、どうした、何、修行してた、マリーナ修行したのか。ごめんね。大丈夫か、マリーナ。黙ってくるなんて水臭いじゃねえか。ついてきただけ。生まれたばかりなのにこう目指して泳ぎ出した。海を浄化する装置がある。オッケー、いい感じじゃないの。俺たちはもうあれだな、仲間に加わった。よし、オッケーな。レベル上がってんじゃん、お前。やるね、お前。しかも130って結構並ん、リザと並んでるぞ、お前。なかなかいいあれ持ってるじゃないか。いいですね。ちょ待って、これベホマズなんで使わなかったのかっていうとね、これね、全然回復してないんだよ。バトル中で使うと30ぐらいしか回復してない。でも、まあ、これでやると、ほら。3なのに、こんなに回復するんだ。これコスパがね、超いいんだよ、これ。もう最高に。最高に素晴らしいから、これ。
ええ、了承した。あ、流れてた、あれ何、ドラキー、ドラキーか。誰だ誰だ、あ、これやだ、これ絶対あれでしょ、これあれで扱ってくるよこいつ、あのあれ的なあれ。よしよし、オッケー。ネクラマシ、何こいつ羽生えてる、怖い。マリーナの武器ってあれだな、何なんだろうね、属性だったのかな。さっきのがすげえエラリダメージ与えて、ベベベキングベア、ラルス、ドア、ドア当たんねえぞ。マシンが当たるやつと当たんねえやつがいいんだよな。あのガーライルのあの挑発的な、挑発的なスタイルたまんねえな。小学生ぐらいの時にやったら多分流行ったろうな、きっと。あ、まだドラキーがいる。これ入れないの、入れるか、入れるけど意味がないと。トゥルルルトゥルル、キグベア、珍しいな。俺も最近なんか逃げるのがなんか当たり前になったけど。あ、おめえが逃げた、逃げようと。あいつが逃げたよ。俺それ言ったらもう、あ、逃げられてしまった。やっぱ追っかけると逃げるもんなんだよね。あ、なんか上と下があるな。こっちから行こう。あ、これがあれじゃないの、さっきのとこつながってない、どこだろう、こっち。あ、違う、あ、でもこれあれだ、ミストか。147ライフルか、147か。まあ一回そろそろまあ変えてもいいんじゃないかな。他なんかあったっけ、アンタレス。ああ、ちょっと何属性、水属性か。まあいいでしょう。これな、これ、なぜ俺は正解ルートを、俺は正解ルート引き出して引き出してしまったのかちょっとわかんないけど。あれ完全にあれでしょう、もう。あ、これ押さなきゃダメだよ、全然ダメだよ。だって俺まだ全然全く探索してねえもん。あんな探索してないのに、そんなね。てかこれもそうやって、敵を減らしてほしいよね、ちょっと。じゃあまずこっちから行くか、じゃあ。あそこまでたどり着かないでしょ。まずこっち。上、上、上。あ、これセーブ？オッケー、まあまだいいや。は？なぜだ。謎すぎだろ。ちょっと待って。ちょっとその前に、あの探索してないところ、これ左はなんかある、なんもない。カウントさ、エンカウント高くね、結構最近。あの左行ってないんで俺は、あそこの、そこ行けば俺は満足するんだよ、頼むぜ。あー、回復ありがとう。じゃあカットするか。よし、やるぜ。これボスでしょ。ダナパティ、お前ら人間族が海を汚染したのではないか、なぜまた浄化する。水星種族、あ、これ水星種族だったの、なんかすげえごついけどな。汚染された海で生きるために体を作りかい。あー。使わせるわけにいかん、これボス戦の時。あー、てか、ゴー。ゴーリーって感じだな、なんかすげえあれだな。ドゥ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 。この曲がね、聴けておらんね、嬉しいよ。とてつもなく嬉しい。いつ聴いても嬉しい。俺今誰にかけた？バイケルとか、やべえ、俺今二重掛けしちゃったもしかして。お、ミスとか、まあまあじゃん。やべえ、間違えた。マリーナに2回言ってたよ、もう。おー、なんだこれは。おぉ、そんな思ってるあれだな。で、バイケルと、そうね。じゃあ、ガラリッカ、じゃあ、これで、これで、これで、で、これでこうすれば OK。もうこれでもうあれだよ。あと殴るだけ。おぉ、いいね。すげえな、体を作り変えなければいけないようなその状況になってしまった。これはこれ結構ひどい話だよね。よーし、これでいくぜ。さあ、マリーナの凄まじいあれよ、威力を試させてもらうぜ。アリエス、あ、もっと激しいの来る。全然大したことないな。てか、あれちょっとね、あれが強すぎた、あの、魔人ブーが。あれが強すぎたぜ。ベホマラー、あれがちょっと強すぎたせいでね、なんかね、あんまりなんか強く感じねえな。また、まあ、もしかしたら、あ、もう倒すそうじゃん、もう。もう倒せるぞ。もうね、このガーラエルのね、あれいいよね。なんかあの、なんかもう、なんかもうやってやるぜ、みたいな。なんかね、なんかもう全開のバリバリの感じ。で、魔法を使うと、で、こうやってなんかちょっとなんかさ、こうやってやるでしょ、ちょっと。やるけど、まあちょっとやるか、じゃあ。いや、普通に殴ろう。やるけど、なんかあえてもうなんかすごいことやんのかなって、なんか、超なんか期待をさせといてからのなんかあれだよね。あの、
このあのうわーみたいなこの妙なダサさがちょっと俺何俺超好きなんだよ俺ガーライブ。ちょっと俺の言いたいことがちょっとなんかわけわかんなってくるな。殴っていいだろ全員殴れイエーボーンはぁ、あ、おーありがとう経験値いっぱいくれんじゃんよしジェイドが光った扉の向こうに海を浄化する装置があるオッケーあもしかしたらヤバいのいるかもしれないけどないやでもボス戦はないかもあ何これああこれ使えってこと分かったおいダメだダメだどうすんのこれ何これほんこれなんかやんなきゃいけないんじゃんちょ待って何なんかスイッチあったよなさっきなあれどっか押すんじゃねえかちょ待ってもう全部ちょっと全部ああ今左からこう押したっけ押したなんか発見してしまった何これこんなのあんのキャタリーナって何えこんなのあんの結構じゃあ俺あれだなお強い俺絶対あれだな取り逃し絶対どっかしらしてるな今までのこういったっけここあれでしょこれでしょ最初のところでしょこっち行ったあ、これだこれあー、オッケーオッケーオッケーで、これで戻ってみるさあ、どうなるおあ、よかった俺もこれ積んだと思ったよ、もう守りガマ様たちが青いの人を守るものっていうのははいはい生まれて間もないのにこの人を救うためにガッツなあるやつらだぜちょっぴり悲しそうねまあ、確かにそうだなさあねこのいい感じのあれはなにこれなんか俺やり遂げたビール社の遺跡に行く名ファシンのお告げがあるはずこの曲ってあの曲だよねあの水星族の村の曲の違うバージョンだなあここはこれだったのかあああったねそういえばね海の中にお、すごい。海浄化されてるじゃん。全部これで。あと6日しかなかったなんて。間に合ったとこだな。ビール車な。どうやって行くのライラ。おいで行くから、守り神運んでもらって。はぁ、あ。こいつら、あー、チョロさんに、食われるってことなのかな。はぁ、あ。育児主ちょっとないと我慢しようぜああこれはその村かあたいなああとても綺麗になったわありがとうなるほど。これは長老のとこね。まだ行きたくないな。まあ行ってもいいんだけど。まあこの村出てけって話に なってほしくないから。まあ大丈夫だと思うけど。魔物。ちげえし。ちげえよ。おめえは。ほら、この曲とさっきの曲一緒だよね。この曲いっぱいいたよ。なんか仲間。謎なあれが多いけど。ここなんかもしかしてで。いろいろ売ってっかな
恐ろしくない。まあジェイドはもともと恐ろしいもののあれだな、象徴みたいな感じだっただろうからな。ああ、じゃあもらう。アクティウム、アクティウム聞いたことあんな。なんだこいつ、なんだこいつは。かわいいあれと思って。何をわけながら売ってんだ。武器屋、ちょっと買おうぜ。ちょっとそろそろ買ってもいいでしょ。あ、でもこんな金貯まってんだ、だって。ラファール。デルフィン。デルフィン買うか、じゃあ。なんだこの水いっぱいあるんだろう。水、もまあ、でも持っといてそうはないだろう。まあ、買っちゃい買っちゃい。じゃあ水でしょ。まあ水ね。剣の攻撃を防ぐ。モンタの風。なんじゃいいよ。買っとくよ。買っとくよ。いいよ、別に。ちょっと買いすぎな、買いすぎな気持ちなくもねえけどな。で、これじゃあね、まあ、で、まあ、かなり用心して買っとくか。買いすぎかもしれんな。でも、属性があるってなったら、ちょっとなんかあれだよね。あ、これ乗れる？まあいいや、まだ行かなくていいか。小さい。ライダー。こちらに。お？なんだこの謎の空間は。何ここ、すげえな。こういうところで寝てみたいよね。なんかすごい楽しそう。なんかで落ち着きそうな気がする。娯楽施設みたいな感じだよ。なんかたまんねえな。ちょっと買いすぎた俺、アイテム買いすぎたかな。ちょっとね、ホルン来たか。ホルンじゃあ買うよ全部。じゃあね、あとね、あー、ジョーカー持ってんじゃん。裏から入れないんですか。セガン変わった。やるじゃん。素晴らしいね。じゃあちょうどいっか。来たぞー。ただ戻りました。無事生まれなさってる。浄化されるとおまけつき、おまけつきで。だし。ヘグの祠まで、ああ、ダナン神族の生き残りたちが守り神様と出会い、 あヘグの祠いっぱいあるもんね。アピールしたな。あ、ちょうどいいじゃん。 あ出しなさい、本当だね。こいつやべえな。結構影響されやす、影響されやすいやつなのかもしれない。ガーライド。パクッとく。パクッとってよ。金魚見てんねよ。そう、どこ行けばいいんだっけ。上？下？あそこ怪しいな。あいつに話しかける？ちょっと待って、こっち気になるんだよね。誰か出てくる？大魔王みたいな、なんかさ。何もいないね。何ここ？あー、怖い怖い怖い。パックみたいな感じで、ほんとなんか、巨大な物体が出てきたらもうたまったもんじゃねえか。逃げよう、そうなる前に。まあ一応じゃあ、いいや。オッケー。出ます。先行ってるわ。行ってらっしゃい。やり残したことはもうないだろう。これ服どうすんだろうね。めちゃくちゃ濡れんじゃねえか。もうびしょ濡れだな。あ、この曲久しぶりに聴いたね。これ自分で動かせないのかね。あ、なんかいっぱいあんの？あの、海底俺探索できると思ったんだけど、そうでもないのかね。あそこでしょ？俺が、俺ら行くとこって。ドゥンドゥンドゥン。この曲結構不気味だよな。なんか出てきそうだな。ダメだよ。ダメだよ、戻ってこなきゃダメでしょ。救世主よ、この洞窟は私たちの先祖とダナの出会いの場所なのだ。私たちは天空から降りてきた先祖を探しに行く。ではまた。天空から降りてきた、ああ、ん？天空から降りてきた先祖を探しに行く？なんでだよ。行くじゃないわね。いい思い出がない。勝手なことをすると怪物に捕まっちまうぞ。そんなんじゃないよ。宿
っかりしろ、おじさん。いい思い出がない。なんかあれだったっけ。あ、いきなり？あ、いきなりもそういうあれなんだ。あれ、ビルシャナ、ビルシャナってさ、どこだっけ。見覚えないな。まあ、でも一応ここ、まあ、世話しとくか。もう敵出なくて、こっち封じられている。オッケー。でもこっちであんなもなかったよね。話しなかった。ダメだ。で、こっちも、何もなしと。あ、そんなに？そんなもん。じゃああれだな。あ、こっちに、おー、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ジェイドが。こいつが例のあれか、その、なんちゃらかんちゃらか。あれ？あのね、ここを攻略しろと。こう攻略したらやつはきっとあの、封印されてるとダメじゃん。ダメじゃないか。横から、後ろから。なんかじゃあここでやることあるってこと？他の？